い、皆さんこんにちは、榊篤でございます。これはですね、9日の土曜日に出た記事で、ザ・ゴールドオンラインって書いてある、幻冬舎でしょうかね、ヤフーで見てますけども、最後までここで暮らすしかないのか、40歳で新築マンションを買った会社員が40年後に迎える悲しい結末。40歳のね、会社員がね、40年後って80歳でしょ。80歳まで生きられたらええやん、上出来やん、そんな、それだけで、その時にどうなってんやろっていう話ですね。マンションは平均37年で建て替えられ、建て替えは行われますが、全てのマンションが無条件で建て替えられるわけではありません。37年で建て替えられるって、どっからデータ引いてんの、そんなん知らんで俺来たもんだよ、ほんまに。37年じゃったら早いですよ。あの、賃貸マンションはそれくらいかもしれませんね。賃貸用に作ったマンションはね、あの、安物心で作りますから。でも普通の分譲マンションは37年やったらむっちゃ早いですよ。だから何の、なんかね、この、僕もね、マンション不動産やってるでしょ。関連のことで物言うのが仕事でしょ。で、だから関連のことを読むんですけど、時々何やこれってあるんですよ。何言うてんねんこいつと思って。まあ、いちいち言いませんけどね。続けます。40歳で新築マンションを購入した人が70代後半から80代に差し掛かる頃、ボロボロに老朽したマンションから出られず、仕方なくそこをついえの住処とするしかない。そんな事態に直面するリスクはゼロではないのです。そんな最悪の結末を避けるには何に気をつければよいのでしょうか。詳しく見ていきます。これ誰が書いてね、これ、ちょっと待って、あかん、これね、誰が書いてるとも分からへん、ね、分からへん、ね、これでもね、コメントが240個もあるんですよ。すごいやん、っていうことね。飛ばしましてですね、日本の持ち家は3280万2000戸、持ち家比率 61.2%、すごいやん。で、この中にね、分譲マンションどれくらいあるかというと、それは書いてないのか。あのね、600万戸台、700万戸に迫ってるんちゃいますかね。680万戸ぐらいです。分譲マンション。で、そこにですね、2人住んでたとしたら1200万人で、まあ大体だから1割ですね。1人で住んでるマンションもいっぱいあります。はい。でですね、分譲マンションを買う人の平均年齢は 39.9 歳やということを言うてるわけですね。これは総務省の資料かな、から引っ張ってるんで、まあ、これはまあ分かります。はい、あ、出てきた、出てきた。国土交通省によると、21年末時点のマンションのストック数は685万9千戸ですね。21年末ですから、そこからですね、22年末23年末、あの、15万戸ぐらい増えてます。だからちょうど今700万戸ぐらいですね、今で。それがどうなんねんという一般的な話をしてるんですけど、ですね、これからどんどん老朽化していくということですね、という話が書いてあって、ありきたりの話ですね、で、マンションの建て替えが難しいという話って当たり前の話ですね。マンションの建て替えを行う場合は、区分所有者の5分の4、取り壊しを行う場合は全員の同意が求められるというのが現在のルールですから、これは徐々に変わりつつあります。今、取り壊しも合分のようになるんちゃうかな。で、老朽化していくからどうするのっていう世界です。まあ、こういうことでお茶を濁すなよと思うんですけど、あの、申し上げますとですね、あの、マンションっていうのは非常に厄介なもんでございまして、あの、戸建てというのはね、土地がありますからですね、自分で物価そうがどうか直そうが割と自由なんです。建築基準法に合致していればですね、割と自由なんですね、合致していないことをやらかす人もいますけどねまあまあ、それはお勧めしません、なんですけど、マンションはね、そうはいかんわけです。だから築40年になった時にこれは困るやろうって、だからお前らよう考えとけよっていう記事なんですけど、別にそんなんね、はっきり言ってね、新築マンションで築40年で今そこら辺にいっぱいありますよ。このマンションね、調べたら54年なんですよ53年かな、思ったよりかは若いなと思いまし
あのもちろん旧耐震ですよ。で今マンションってね、普通に住んだらね50年住めますよ。これね53年前のマンションですけど、まだ住めますよ。それはねあちこちね古いなと思いますけども、住んでる人いっぱいいるもんでもね、なんて言いますかね、日本人ってねせっかちなんでね、家に対してはね、もう20年30年だったら立ち直したいと思う人が多いんですよ、戸建てはね。まあ今の20年どうってもないですけどね、昔はそういう人多かったんですよね。あの昔の薄っぺらなね建ての家なんて大体20年住んだらかなり傷むんですよね。今はねどうでしょうね、30年ぐらいの建て売り、この前売りましたけど中古で、まあまあでしたよ、悪くなかったですよ。まあだから37年で建て直して、それはね住宅全部入れての話しちゃいますからねいい加減なこと書くのやと言いたいんですけど全部入れたら37年で建て直ししてるんちゃうかなという気はしますけどね。でですね、マンションの場合ね、こういう場所、ここは東京都中央区ですね、日本橋小網町というところなんですけど、まあ準都心ですね、まあ都心と言うともいいかな、一応日本橋と名が付きますからね。こんなとこにあるねマンションはね全然 OK なんですよ。立て直しをしてもですね、取り壊しをして、取り壊しじゃないけど立て直しをしたらですね、必ずですね立て直した費用以上の価値のある住宅になるわけですね。だから何の問題もないですけど、問題はね田舎のね、田舎っていうか郊外のですね、例えばバス便のマンションとかってね、あ多摩ニュータウンでもですね、こう駅から十何分歩くとかってあるんですよ。そういうところのマンションはどうしようもないです。駅5分とかねぐらいやったらなんとかなるんですけど、もう駅13分とかやるとどうしようもないです。で、あとマイナーな駅ですねはかなり厳しいです。あの今ねマンション1個建て直したらね、マンション建て直したら1個分がですね3000万ぐらいなんですよ、あの建築費だけで高いんですよ、最近上がってんねん。3000万ぐらいで建て直して3000万以上のものであれば、の価値が出るんであれば建て直す意味があるでしょう。でも3000万以下のエリアってありますからね、そこは建て直しがほぼ意味がないわけです。3000万の価値があってもね、価値があるって値がつくついても買ってくれる人がいればという話ですよ。だからですね、その3000万未満のエリアが全部苦しいということですね。地方に行くとすぐそういうエリアになってしまいますね。東京でもですね、ちょっとですね外れで、しかもバス便とかになりますと、築40年の中古マンションがですね300万で売っていたり500万で売っていたりしますよね。そういうとこは立て直しは無理です。1000万でも無理です。基準3000万です。3000万以上で売れるエリアであれば全員が同意して立て直しようって、1人3000万出そうって1人3000万出したらいいわけですよ。そしたらその新しくできた住戸を3000万以上で売れますから、あの建築費は出るということですねまあだからまあ難しい時代ですね。なかなかこれからですね、この3000万未満のエリアがどんどん増えていきますと、建て直しはほぼ不可能と。なのにですね、区分所有権は放棄できませんからですね、今の法律だと、管理費は払わなあかんということになってしまいますね。相続を放棄してしまえばですね、可能性はあるんですけどね、まあ、それでもちょっと難しい問題が起こるんですあんまりこういうところでパッパッパッと説明できないですね、してもいいんですけど分かりにくいんでまあ何かあればご相談ください。そういう相談は無料なんですよ。私の場合はメールでいただければ無料で答えますんで、まあそれはメールでいただければと思います。ブログ、私のブログがありますんで、すぐ出てきます。榊篤氏で検索すると、そこに無料相談というのがありますから、そこをポチッとやっていただければですね、書き込んで送っていただければお答えするようにいたします。結局ですね、マンションというのは最後始末に困んでと。都心は問題ないですよ。郊外は最終的に始末に困るから、郊外で買うんやったら戸建ての方がええでと、
そういうお話でございました。このですね、ちょっといい加減色が漂っているゴールドラインのですね、記事のヤフーのアドレスを貼っておきますので、ご興味ある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。